皆さんこんにちは、メディテラスのタッカーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は基本的なマインドフルネス瞑想のやり方についてシェアしたいと思います。やり方や作法、どのぐらいやったらいいのか、また何をやったらいいのか、マインドフルネス瞑想が苦手な方であっても簡単に取り組める方法などを紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。さて、そもそもマインドフルネス瞑想とは何なのかについてですが、まずマインドフルというのは気づきや注意深さという意味です。それが何に注意深く生きるかというと、自分の心の動きです。自分の心の動きを見つめて心を整えていくという方法です。普段私たちは生活していると嫌なことがあったり、何か悶々とするとき、ストレスやイライラを感じます。その原因をよくよく考えてみますと、まず今自分の心の状態がわからないということにも起因しています。問題がはっきりしたら、それは解決に向かって進んでいきますが、解決しようもない問題や今の状況ではどうしようもならない問題に翻弄されてしまいます。そしてなんとなくストレスが溜まってくるということありませんでしょうか。それに対して自分がなぜ悩んでいるのか、何にイライラしているのか、それを静かな心で認識して掴んでいくということです。客観的にそのストレスやイライラの原因を見つめていくと、不思議と軽くなっていくものです。ここには認識することによって痛みやストレスを低減するという効果が含まれています。一番恐怖するものはやはり目に見えないものであったり、未知のものです。よくわからないことが一番ストレスの元になってしまいます。その未知のものを知っている状態にすること、自分の思考の中身を整理して、それを自分自身の手のひらの中にすっぽりと入るような状態に持っていきます。これがマインドフルネスを通して、やっていることでもあります。さらに瞑想という言葉もくっついていますけれども、広くは同じような意味がありまして、合体して使うことが最近多くあります。瞑想とはそもそも目をつむって思うと、書きますけれども、同じことです。目をつむって思う、何を思うかというと、自分の心についてです。その中で自分を取り巻く環境、周りの世界ではなく、自分をコントロールしていくことができます。生活や仕事や人間関係の中で、大抵私たちの心を揺らがすものは他人の存在だったり、周りの環境だったりします。ですが、それがどうにもならないことってたくさんあります。それをずっと考えていると、それが私たちの心の負担になってしまいます。そのどうにもならないところに意識を向けるのではなく、なんとかなる自分の心をまずは把握して、整えることでコントロールしていくことができる。これがマインドフルネス瞑想の持つ意味であります。このチャンネル、マインドフルネス瞑想ガイドですが、このチャンネルをご視聴いただいていますと、そうした心地よい人生を送ることができるようになります。マインドフルネス瞑想はすぐに効果が味わえるものでもありますが、さらに奥は非常に深いです。それを継続していくと、いつも心地よく生きられるメンタルを身につけることができます。ぜひ他の配信も合わせてご覧いただければ幸いです。さて、今日はマインドフルネス瞑想の入門編として、マインドフルネス瞑想のやり方や作法などをお伝えしたいと思います。早速、まず一つ目は形から入っていきます。どういう姿勢や体勢でやればいいのかということですが、これは寝てもできますし、座ってもできます。また動きながらでも歩きながらでもできます。
中には筋トレをしながらされている人もいますし、様々な環境で行うことができます。実は何でもいいんですね。瞑想というと寺にこもって何か複雑な足を組んでですね、厳しい修行をするっていうイメージがあるかもしれませんが、全くそんなことはありません。それはある意味、プロの世界です。普段日常的に取り入れる時には、どのような状態でも実は瞑想というものは可能になります。瞑想もいろんな種類があって、歩きながら行うものとか、食べながら行うものとか、確かに筋トレはさすがに聞いたことありませんが、もしかしたらできると思いますし、さすがにバンジージャンプとか、その間に瞑想できたらプロですね。ただこれだけは押さえておいていただきたいっていうのは、安全な状態は確保していただければと思います。運転中とか運動中とか歩行中、注意散漫になることもありますので、そうなると身の危険が起きてしまいますので、そこだけは気をつけていただければと思います。基本的には座って行うことがほとんどですので、今日は座って行う場合を解説したいと思います。まず先ほど申し上げました、瞑想、プロがやりますと、足を組んだりして座禅のような形で行うことも数多くあります。ですが、これは自分が楽な姿勢でぜひ取り組んでいただければと思います。ポイントはですね、ぜひ背筋を伸ばしてやってみていただければと思います。こうするとどうなるかというと、集中力が高まっていきます。そして今瞑想しているんだという感じになります。そして次は目の閉じ方についてです。先ほど瞑想とは目をつむって思うと書くとお伝えしましたが、つむり方にも実は種類があります。目の閉じ方にも作法がありまして、全部閉じてしまうものと半眼といって、うっすら目を開ける場合があります。この違いは何かというと、目を完全につむると眠くなる場合があったり、反対にいろんな雑念が湧きやすい時もあるんですね。なかなか心が整っていない状態ですと、逆にいろんな想像をしてしまって、目をつむっているとですね、集中できない場合もあります。またもう一個の半眼というですね、目をうっすらこう閉じるような状態、完全に開けてしまわずに少しまぶたが閉じているような状態ですね。目の前がうっすら見える状態ですと、視界に入ってくるものが少しありますので、雑念を切りやすいっていうのはあります。なので初めは薄くこの半眼といううっすら前が見えるぐらいで行って、落ち着いてきたら完全に目を閉じて自分の世界に入っていくのがいいかと思います。さて次に、この状態でまず何をするのかっていうことですが、まず深呼吸をしていきます。この呼吸の仕方も様々なやり方があるんですが、今日はですね、478の呼吸法というのをご紹介したいと思います。これをやりますと、今深呼吸をしているという実感が出てきますので、ぜひやってみていただければと思います。478っていうのはカウントの仕方でして、1,2,3,4って数えるだけです。まず鼻から息を吸うときに4カウント数えます。鼻から吸って1,2,3,4。次に7カウントは息を止めます。吸った後に1,2,3,4,5,6,7。この後は口からゆっくり8カウントで吐いていきます。1,2,3,4,5,6,7,8。この吸って4カウント、止めて7カウント、吐いて8カウント。これで深呼吸ができます。このカウントの仕方は秒数ではありませんので、
少し早めに 0. 何秒でカウントしていただいても大丈夫です。これを行いますと、吸う時には深く吸って、止めている時に7カウントしますので、その間に空気がお腹の下に降りてくるイメージです。深くに届けて、さらに吐く時にゆっくり8カウントで吐いていきますので、息を出し切ることができます。これを全部で10回行うだけでも何分かかかりまして、やはり意識がガラッと変わっていきます。頭がすっきりすると言いますか、心が整ってくるような状態になります。ぜひ試してみてください。この呼吸法だけでもマインドフルネス瞑想の基本は十分抑えられます。そして心が整っていきます。そこからさらに深いマインドフルネス瞑想を行うこともできます。これは呼吸法で心を整えた後、先ほどお伝えした心の見つめ方というものを客観的に自分の思いや意識、考えていること、これを観察していきます。最初は自分って何を考えてるんだろうというものでなかなか浮かんできませんが、まずは呼吸に集中して心が整ってくることになれるという段階があります。そうすると徐々に自分の思考のこの中身が分かるようになってきます。静かな心になった時に湧いてくる思い、自分の考えていることに注意深くなって、あ、自分はこういうことを考えていたんだなとか、あ、イライラしたりストレスの原因になっているものはこれだったんだなとか、いつも何かわさわさしている状態がスーッと湖面のように鏡のような池のような状態になって穏やかになっていきます。この穏やかさの中に幸福感を感じることができます。これがマインドフルネス瞑想の醍醐味でもあります。このチャンネルではマインドフルネス瞑想についてさまざまな観点から配信をしておりますので、よろしければチャンネルフォローをしていただき、さまざまな配信を楽しみにしていただければと思います。また過去の配信もチェックしてみてください。今日は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。